皆さんこんにちは。本庄市議会議員の友江隆です。私も任期が終わりを近づきまして、いろいろな事業に携わらせていただきました。振り返りますと、1期目は議員定数の削減ということで、本当に非常に大きなテーマを掲げまして、入ったばっかりなのにですね、1期の中でその定員削減を なせることができました。そして、2期目に入りまして、前半は常任委員会の委員長という大役を授かりまして、2年間こなさせていただきました。そして後半については、議会内で、ペーパーレスを中心に、いろいろな改革を行うということで、タブレットを全員が持ち、そのタブレットを推進する、責任者としてタブレット推進活用委員会の委員長ということで、担当させていただきました。本当に皆様におかれましては、いろいろな多大なる、ご便宜、そして、ご鞭撻をいただきまして、誠にありがとうございました。私の公約を述べさせていただきます。まず一つ目に、本庄市の北口のですね、活性化ということが大きな問題で、私が当選した時からですね、その以前から問題になっておりまして、ここの時期に来まして、本庄市がその北口の駅前周辺をですね、再開発という提案をしてまいりました。私も北口の地域を支える立場として、その計画のもと、いろいろな形で非常に行事を行っていきたいというふうに考えております。まあ、ただこの都市計画というのはですね、道路という同じように大変時間がかかってしまいます。そして費用がたくさんの金額がかかるものであります。ですから、そんなに 2,3 年では済まないものでありますけれども、できるだけ早めにですね、その事業が達成できるような形で市議としてですね、努力していきたいというふうに考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。2つ目に、安心できる、老後とその福祉の充実ということを掲げさせていただきました。まあ、そうした中で、本庄市の高齢者の方たちが今後ともですね、なんとか楽しく、そして後世をですね、生活できるような形を整えていきたいと。そのためにはやはり行政の対策が非常に必要になってきます。その中で、市議としてもそうした市の政策に対していろいろ提言をしながら、今後の老後の問題、そして福祉の問題について努力していきたいというふうに考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。3つ目に、いじめのない教育環境の充実構築ということで、大変今小中学校、そして高校も含めてですね、学校内でのいじめ問題が問題化する中で、本庄市においてもですね、やはりこの問題は避けて通れない、問題であります。まあ、そうした中で、やはり教育委員会とともに、そして本庄市とともにですね、子どもたちができるだけ充実した楽しい生活が送れるような、誰一人として責められない、そしていじめのない環境を作っていくことが責務だというふうに考えておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。4つ目に、働く女性に優しい街づくりということを挙げさせていただきました。昨今、女性の働きがですね、どんどんと進んでくる中で、やはり、子どもたちを育て、そして家庭を守りしていく女性たちがたくさんいらっしゃる中で、まあ、そうした環境をですね、できるだけ改善し、そして市がサポートするというような環境を作るのが、本庄市として、そしてまた議会としての責務ではないかというふうに考えます。まあ、そうした中で、できるだけその女性たちに、スポットを当てまして、優しい、街の中で女性たちが思い切って活躍できる、
社会を作るということを念頭にですね、今後ともその施策の遂行にですね、努力していきたいというふうに考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。